はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日はウイコレやっていきます。ウイコレですね、今サポーターゲームというイベントが来てますが、それですね、の途中までなんとかね、星5確定ガチャまで来たので、とりあえず累計解放を行っていきたいと思います。きついね、もう自分がね悪いんですけど、BP がね足らないので結構こうね、まあ動画のためにちょっと無理しちゃいました。違う、もったいないことしたなと思って、いろいろもったいないことしてしまいましたけれども、まあそうですね、その関係で PB がねちょっと減っちゃってるんですけど、まあこれからは多分ねぼちぼちやるので、まあこれ以上累計開封動画撮るかどうかちょっとわかんないですけど、とりあえず区切りでやりたいと思います。でね、Twitter にはちょっと上げたんですけどね、わかりますか、このチーム何か変わってます。そうですね、誰かが加入してるんですね。まあ一応ね、ツイッターには上げたけど、まあ一応動画内でも紹介しておきます。はい、なんとですよ、フィルミーノ選手を手に入れちゃいました。でこれどうやって手に入れたかっていうと、ですね、まあ証拠の画像がありますので、こちら2枚ですね、ご覧いただければと思います。はい、ご覧いただけましたでしょうか。ですね、これはね、僕がね、動画内でよく言ってる、星 50% ガチャ、本当全然引けないんだよねっていう話を前回したんですよね。まあ、10回ぐらい余裕で引いてないんじゃないかっていう話をしてて、で、サマーキャンペーンのログインボーナスかな、サマーキャンペーンでよかったっけ、うん、そうそう、これの3日目のログインボーナスで、星 50% ガチャもらえたんですよね。で、何気なしに、もう動画の前で引いちゃおうと思って、1枚出しと思って、何気なく引いたら金旗が出ましてですねしかもこのガチャ追加された後やったんで、もうちょっとねやばい、ちょっともしかしたら動画外でやばいこと起きるかなと思ったんですけど、まあフィルミーノ選手ね無事ゲットすることができました。なのでね、100超えの選手がまた増えましたね。最近なんか調子いいですね、育成がね。で結構ね、ただね残念なのがグローリー持ってなかったんよね。でもまあ能力的には強そうだし、強化も結構できたので、あとポストプレイヤーにスキル上げればいいだけなので、まあトップ下でちょっと使おうかなと思ってます。なのでね、まあ課題だったトップ下の強化、まあもうね、3トップはね、もうだってオーバメヤン選手とデフライネ選手とあとニマリア選手に任せて、まあカンテ選手がボランチの位置で、まあ、結構ボールね、吸い取る役目もしてくれてるので、まあディフェンダーもね結構ピケ選手だったりとかゴーディン選手とかね、結構ね、あのパバール選手の強化だったりとか、結構まあ層もちょっとね前に比べたら全然厚くなってきてて、ディヘア選手取れたりとか、まあ正直チームの穴としてはトップ下のあのファンデベイク選手とファンデベイク選手とビテル選手のところの強化がちょっと僕的には課題だったんですけど、そこがちょっと一枠埋まったかなというところまで来たので、まあ、正直すごくいい補強になりました。でイベントね結構きついなりに頑張ってるんですけど、まあ、今ちょっとこれ途中ですけどね、まあ、BP 回復待ちですねもう明らかに足りない、本当に。やっぱ回復薬を大事に取っておくべきでしたね。どこでね、どう使ったかを全く覚えてないですけど、あとはまあ、そうですね。あと報酬として、まあ、ランパード選手のエクストラ取って、まあ、ブーストホイッスルも当然欲しいから取って、30%、まあ、この2次ブースト、まあ、200万までは最低でも行きたいですね。であとはまあ、無理せずにどこまで行けるかですけど、まあ、ちょっと上まではきつそうなんで、まあ、ぼちぼち。頑張っていきたいと思います。で、まだね、これ、累計報酬だけが全てじゃないんでね、ギフトボックスから結構出るんで、可能性としてね、僕もね、結構、10% ガチャとか結構ギフト報酬とかで1、2個かな。でね、結構、星4確定ガチャとかも出てて、星4はね、裏で引いたんですけど、1枚金が出ましてですね、星4確定ガチャから。まあ、クルセフスキー選手でしたっけ、名前。クルセフスキー選手だったかな、名前。プルセフスキー選手を手に入れることができたので、まあ、これは売却にちょっと回そうかなと思います。はい。ということで、ちょっと無駄話長くなりましたけど、早速やっていきます。じゃあ 10% からいきますよね。まあ、動画外でね、やっちゃったんですよね。びっくりしましたよ、この瞬間にね、金旗が出てね。いや、惜しいね。ほんとね、なんか、
まあできれば動画に残したかったっすけど、まあね、仕方ないでね。僕ね、結構やっちゃうんですよね、いろんなゲームで。動画外とかで、なんか、いい引きしちゃったりとか、なんかしちゃうんですよね。プロスピの実況とかもやってるんですけど、プロスピの方とかでも結構、なんか同じようなことがあったりとかするんで、まあその時はね、ツイッターで大体上げてます、画像の方はね。ピケ選手引いた時も、ああ、来た来た、よし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 、いいっすね。10% からちょっと苦手意識減りましたね。 10% ガチャのキジョン、踊りよそら選手、あでもこの選手多分ねグローリー持ってると思う僕。じゃあ 10% いきます。やっぱ 10% の金バタとかやっぱ熱、あーめっちゃ流れていったな、熱いよね。はい、じゃあ次どうしようかな。30%いっか。30%いって、でチャンス、30%いってチャンスガチャ引くか。あ、でね、あと1個今日ね、レジェンドフラグメントも引こうと思ってたんですけど、ちょっと交換するの忘れてきたんで、ちょっとすぐこの後ね、引き終わったら交換しに行きます。ちょっと待って、枠3つじゃ足りんよね。星5選手打っちゃうか。ちょっと待ってね、プルセフスキー選手とさっきの選手はちょっと見ていいですか。あ、持ってないか、持ってないけど若いね。お、僕と誕生日が1日違いで、しかも同い年、なんか運命を感じるけどごめん、申し訳ないです。ここはちょっと売却をさせていただきます。で多分今日もう一人ブーストどうしようかな、誰限界突破させようかな。まあとりあえずオバメヤン選手をめちゃくちゃに育ててもいいんですけど、まあでもそれがいいかな、一番今のところは。じゃないとね、結構みんな均等に育てちゃうと多分入れ替えがね、生じた時にちょっと入れ替えにくくなっちゃったりするかもしれないんで。いや、惜しいな。おい。さあ、じゃあチャンスガチャいきます。これチャンスガチャってさ、エクストラかな？まあいいや。いや惜しいな。はい、これねまだ1回も引けたことないよ。うん、チャンスガチャ緊張の瞬間、うん、期待を込めて来た。え、当たった、もしかしてこれ分かんないね。え、 5% 引いた5% 引いたかも、引いたわいや、引けるんかい。いや、引くんかい、ここで。いや、ランパード選手めちゃくちゃ好きやったな、でもね。まあ、今でもあれでしょ。チェルシーの監督してるんでしたっけ、ランパード選手って。もともと。あ、もともと今。いやー、ここで引けるか。引いたらどうすればいいんすか。とりあえず、イベント走れないしな。なんか複雑な気持ちですね。緊張の瞬間。じゃあ星5いきます。はい、いやー、ここ 5% 引けるか。 5% 引くってまあないよね。ビジョン、おお、プレイメーカーズ、ここで引くか。レマンス選手、引けるんやったらちょっとイベント、あでも、いやでもね、ウィコレのイベント結構きついよな、今のアイテム状況じゃ。ちょっと待って。いや、せめて 10% でも意見取りたいな。1000以内か。きついな。いや、1000以内きついな。200位までで確定。いや、無理だな。うわー、ちょっと迷うけど、多分今の僕の現状じゃちょっと無理っぽいかな。まあまあ。あ、そうそう。で、ちょっと待ってね。ちょっとね、僕ね、サムエル選手をもう一回。リベンジさせてください。でも3回目よ、これ3回目。まあ別動画で撮ることも考えたけど、まあいいでしょう。 5% の奇跡を起こした後なんで、 10% なんてね、まあ、2倍あると思ったらね、引ける可能性ありますけどね。行かせていただきます。お願いします。いやー、ダメくせいやー、ダメか。また 10% 取れずか。あ、悔しい。ケジオン、
この選手とはも、あ、初ゲット？サンチョ選手。サンチョ選手はね、なんか見たことあるから絶対グローリー持ってると思うよって言って、さっき持ってなかったんですけど。いや、ランパード選手取れるか。強い、やっぱり。無回転シュート。フライスルーパス。いや、ちょっと待って。ちょっと困ったなぁ。でも、サンチョ選手一応取っ、あ、でも若っ。いや、若いわ。しかもインサイドカッター持ち。いいね。若いね。いや、この選手は取っときます。2000年生まれ？若っ。2000年生まれの選手が持ってたっけ、他に。この選手はベルギーの選手か。全く持ってないね、何も。うわぁ、どうしよう。ちょっと待って。あと誰だったっけ、引いたの。他引いていないか。え、ちょっと待って、どうしようかな。え、ちょっと待って、待って。ちょっとどうしたらいいこれ。ちょっと待って、何をしようとしたんやっけ、今。え、ちょっと待って、何をしようとしたんやっけ、今。あ、そうそう、ここら辺をね、ちょっと売却に回したいなと思って、そうそう、売却をしようとしたんですけど、ここ売却して、星5めっちゃ最近手に入ったな。で、限界突破を、もうオバメヤン選手に使っちゃいます。やっぱね、オバメヤン選手が点取らないと僕のチーム始まんないですからね、今の状況じゃ。とりあえずちょっとでも格上の人に勝つ可能性があるなら、彼が点取ってくれることなんで、ここはちょっと積極的に強化したいですね。よし。ちょっと待って、もったいないな、これ。あ、そうでもないか。いいや、よし。9000。9200。強。いや、でも今日そうっすね。どうしたらいいやろ。ちょっと待って、いろんな悩みが増えたな、今。ランパード選手引けたんなら、で、しかもおまけにね、ここ上がっちゃったしね。え？どうすればいい？ティーレマンス選手を引けたっていうことは、まあ、まあそうね。ただまあ多分イベント走らないから、まあちょっと様子見ですね。あとだって5日もあるしね。まあどんぐらいがボーダーかとかもちょっとわかんないんで。まあ様子見かな。多分走れないでしょうね。今の僕の状況じゃ結構長く課金しないと。まあちょっといろいろ考えます。はい。ちょっとどうするか考えます。はい。ちょっといろいろ悩みが増えちゃったんで。まあでもね、チーム強化は本当できたので良かったですね。フィルミーノ選手とか。手に入ったのも本当すごく良かったですし、まあラッキーでした。ということで、今日の動画この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。皆さんもイベント頑張ってください。じゃあ失礼します。